そして左に中田浩二、ボランチは稲本と戸田です。右のサイドバックに鳩、そして左サイドバックに奥が先発しています。トップ下は中田に代わりまして入りますのが藤本、スタメン出場は初めて、そしてツートップは鈴木隆行と高原のコンビです。これは初めてのコンビです。日本のリザーブはご覧の通りとなっています。トルシエ監督46歳ワールドカップに向けての試合、異なったスタイルのチームとの対戦経験になるというふうに話していました。続いてセネガルのスターティングイレブンをここでご紹介しましょう。ゴールキーパーは1番のトニー・シルバです。ディフェンスに2番のオマール・ダフ、5番のマリック・ディオップ、13番のラミン・ディアッタ、それから16番のアラサン・エンドゥール、ミッドフィールドの位置には15番のサリフ・ディアオ、22番のマクタル・エンディアイ、3番のエルアジサール、そして10番のカリル・ファディガ、ツートップが7番のアンリ・カマラと11番のエルアジ・ウセイノ・ディウフです。この試合のレフリーは主審がガリビョンさん、副審がプランシェスさんとチェアクさん、第4審判がドゥセさんです。今フィリップ・トルシエ監督が映っています。そしてこちらがブルーノ・メツ、セネガル代表チームの監督。この2人は以前クレテールというチームでメツ監督が当時コーチ、そしてフィリップ・トルシエは選手として一緒に戦ったことがあるというふうにメツ監督が話していました。非常に親しいということです。今日本のイレブンの姿が映っています。ああ金田さん、はい、どうやらナナミはですね、ベンチに入ってますね、はい、あそうですね、練習には全く顔を出さなかったですけどね、心配してましたけどね、はい、こちらがセネガルのリザーブのメンバーです。金田さん、まもなく試合が始まりますから、はい、一言セネガルの中での注目選手というと誰になるでしょう。それはやっぱりツートップだと思います。特に11番のディーフですね、実は、昨日も僕は練習見てるわけなんですけど、はい、このディーフっていうのは本当にですね、はい、スピードはそんなには僕は感じませんでしたけど、キープ力、はいはい、テクニックでキックの精度、はい、でびっくりしたんですよ。プレースタイルがね、大人みたいだなと。で実は年まだ20歳なんですよね。そうなんですよね。びっくりしました、注目ですね彼はね、はい、その11番のディオフ、それから、アンリ・カマラ、この2トップはなかなかスピードもありますし、そして個人技もあります。そうですね、カマラもそうですね、はい、画面の左側もちろん日本代表、そして白のユニフォーム、肩のところに緑の模様がありますのがセネガル代表です。ワールドカップ初出場を決めました。今非常にモチベーションが高いセネガル、一方の日本代表としましてはこの後ナイジェリア、そして11月にはイタリアがあります。大事な試合が続きます。今主審のガリビョンさんが笛を吹きました。ファーストハーフ前半が始まります。さあ金田さん、改めてこの試合、はい、日本としてのポイント、見どころ課題どのあたりでしょう。そうですね、今まで代表トルシエ監督になってなかなかエジプト、モロッコ、エジプトとカメルーン以外はですね、はい、あんまりアフリカとやってませんよね。そうなんですよね、はい、でこのセネガルというチームは今日本のコーナーキックもらいましたけど、はい、やはりワールドカップ出場を決めたチームですから、特にアフリカではよく運動能力が高いって言われますけどね、はい、そう
どれだけコンビネーションを発揮できるか、はい、この辺が見どころですよね。これまずはリスタートですね。そうですね、これキッカーは藤本です。昨日は中で競るということもやりましたけど、少し大きめに振って右サイドの21番の鳩がね、はい、今フリーにマーク見られましたけどね、可能性あります。低いボールが入った、ヘディングでこぼれます。このこぼれたところセカンドボールを拾っていこうというところですが、今ボールを取りましたのがエレアジ・ディウフです。11番の選手に注目していただきましょう。大きく前方へフィードします。そのセネガルなんですが、1960年に協会設立、ワールドカップは初出場。ここまでワールドカップの予選が8試合で4勝3引き分け1敗、得点14、失点2、勝ち点15。実は金田さん、はい、このワールドカップの予選のグループ C がモロッコ、エジプト、アルジェリアとい う, そ, うです、ね、その強豪を破ってきたということで、はい、センセーショナルな話題になったんですね。あのナミビアもいましたけど、ナミビアはちょっとまあ落ちますけど、最終的には、はい、アウェーのナミビアで5対0でセネガルが勝ってね、はい、その時は確かエジプト、モロッコは引き分けて、そうあの出場決めたと思うんですけど、はい、非常にやっぱり攻守においてあのバランスがいいというか、失点が少ないですよね。そうなんですよね、はい、これは今日は来てませんけど、はい、シサという選手を中心にですね、はい、非常にいいディフェンス組織を作ってたっていうふうに言われてますね、はい、今金田さんからお話がありましたように、ディフェンスの主力3人、そのシセと、それからコリー、それからハビブベイというこの3人が抜けているのはどうなのか、そのあたりのところブルーノ・メス監督は、まあ、控えのメンバーも素晴らしい能力の高い人がいるというふうに話していましたが、さあここはファディガです。ファディガマークに行く、ハト、これがアンリ・カマラ、カマラはシュートを狙っていきました。どちらかというとカマラはそれほど背は高くないですね。そうですね、アンリ・カマラはディフに比べれば、はい、昨日の練習の中でも非常にこうスペースを作る動き、サイドに流れて起点を作る動き、はい、この辺はあのよくやってましたね。あ、そうですか、はい、7番のアンリ・カマラは現在フランスのセダンというチームでプレーをしています。そして再三名前が出ます11番のエルアジ・ウセイノ・ディウフは20歳、182センチ、74キロ。このディウフ選手が地元のランスのプレーヤー。しかもランスの今中心プレーヤーの一人なんですよね。そうですね、チームでも点取ってますね、ディウフは、はい、現在フランスリーグで得点ランキングの第7位、チームでは一番得点を取っています。こちらのお客さんがやっぱり今日スタジアムに来てずっと言ってたのが、はい、ディーフディーフって言ってましたね、みんな。あ、そうですか、はい、まあ、地元 の, あのファンの方も、はい、今日は何名かね、何人か応援に来てくださってみたいですけど、はい、やっぱりディーフディーフって言ってますよね。それから今太鼓の音がお耳に届いてるかもしれませんけども、こちらのスタジアムでそのセネガルの応援団が太鼓でまあ応援を繰り広げています。左サイドにボールが出まして、この位置は中田浩二か、前に出して左サイド奥です。奥から一旦後ろ、5番の稲本、前に出します、いい上がりです、チャンスですね、チャンスになる、低いボール入った、藤本です。藤本にはやはり今のような動き期待したいですよね。そうですね、特にあの高原と鈴木がやっぱりこう戻ってきてね、はい、ポストプレーをする、はい、しかしそこにボールが出なくて戻ってできたスペースに飛び出す動きっていうのは昨日もやっぱり藤本多くやってましたんでね、あのエンドのところで攻撃の起点を作ってくれたらね、押し上げもスムーズだと思うんですよね、はい、キッカーは奥です。左からのコーナーキック、これが最初のコーナーキックです。日本代表、あーとちょっとバランスを崩した、ヘディングでのクリア、これは走り込んでそのまま狙いません、一旦右の鈴木孝之、あー、カマラのスライディングです。ファディガにはボールは通らない。それからあのセネガルは見ていましてね、はい、あのフランス人のブルーノ・メツ監督が指揮を取るわけなんですけども、はい、非常に練習見てても組織だった練習してますよね。そうですね、まあ、今ほとんどこう世界的にはね、そんな練習方法に差がないと思いますけど、はい、あのそうでしたね、はい、この人がウセイノ・ディウフ、今16番のアラサン・エンドゥールが上がっていきます。エンドゥールはディフェンス、システムとしては 4-4-2 を採用しているわけですね。そうですね、これはオフサイドがありました。このチームは平均年齢相当若いと思うんですけどね。若いですね。あのディフェンスラインに5番のディオップいますが、はい、まあ、彼相当強いセンターバックなんですけど、はい、彼以外はほとんど20歳とかね、そうですね、20代の前半ですよね、それぐらいでいいんじゃないですかね。
初のコーナーキックです。キッカーはファディガ、高いボール、ヘディング強い、これが強い。あの今のはディフェンスラインの16番のエンドールなんですが、はい、彼はやっぱりリスタートの時のジャンプ力はもう半端じゃなかったですよ、昨日見てたら。そうですか、はい、今のもエンドールに合わせてきてるわけですから、まあ、その辺はきっちりマークしてると思いますけど、ある程度ボールと体の方にもね、はい、あの行かないと打点がちょっと違いますね。あ、違いますね、はい、185cm 80kg、 アラサン・エンドゥールは19歳です。フランスのサンテチエンヌでプレーをしています。1回大きく後ろに戻します。日本決定的な、まあ、ピンチの場面があったんですが、都筑亮太がよく守りました。都筑はあのブラジル戦、ここは、コンフェデのブラジル戦以来ですよね。そうですね、ということになりますよね。15番のサリフ・ディアオです。倒されましたのが奥。今日はあの小野が先発するかなと思ったんですけど、奥できましたね。そうですね、僕は昨日の練習の中で、はい、今日はスタメンになってませんけど、小野、はい、柳沢、はい、彼らのコンディションは見ててよかったですよ。あ、そうですか、はい、気持ちも乗ってましたね。だからスタメンで来るかなと思ったんですけどね、はい、ちょっと怪我のことも小野の場合はありますから、はい、おっと、これはいいところに入りましたが、高原、このボールは15番のサリフ・ディアオです。そして右サイド22番のエンディアイが行きました。カバーリングマスター、いいプレーですね今のは。この位置に戸田、戸田が一旦後ろに戻して4番のキャプテンの森岡です。左サイドの奥へ、奥がドリブル、エンディアイが戻っている、後ろに取った、ね、後ろに取った、キーパーがれます。まあ、今日はどちらかというと日本は左サイドが攻撃の起点になると思うんですけどね、はい、やはり奥のキープ力を生かしてね、キープして、おっ、あー、これは抜かれてきました、ディーフですがファールです。しかし、まあ、早く左で作って右サイドに持ってきて、スペースのあるうちに鳩のスピードを利用したいところですけどね、あのしかし今見てましてもやはり強いですね、そうですね、セネガルはね、はい、ただね、カメルーンやナイジェリアほどじゃないと思います。そうですか、あとは組織力でいうと日本の方が多分上でしょうから。そうでしょうね。あとはあの時差がありますしね、日本の場合は、はいはい、そこの部分と最初にも申し上げたんですけど、やはりフランスでほとんどプレーしているセネガルの選手たちはね、はい、コンディション的にはいいでしょうから、もう地元ですよね、はい、完全にね。まあ、ご存知のようにセネガルというのは昔はフランス領でして、公用語はフランス語です。従いましてこの代表チームの9割以上の選手はフランスでプレーしている、あるいはフランスでプレーしたことがある選手です。この11番が先ほどから名前が出ますエルアニ・ウセイノ・ディオフ、 182cm74kg、 地元ランスの中心プレーヤー。この15番がサリフ・ディアオです。ディアオから前に出ました、アンリ・カマラ、カマラからオマール・ダフが上がっていこうというところですが、カマラ、カマラ、戸田がプレーを遅らせました。そのカマラにボールが出る、ワンツーとつないで、このボールヘディング、この位置には戸田、このボールをまた奪う7番のカマラ、ヒールで出す、マクタル・エンディアイにはボールが通りませんでした。向こう側のタッチを割りまして、ボールは日本ボールです。ここまではまず互角といったところでしょう。一度、まあ、日本のパスミスから決定的なチャンスがセネガルに訪れましたが、ゴールキーパーの都筑亮太が非常にいいプレーを見せました。ファインプレーでしたね。逆サイドです。この位置には高原、高原を越えて奥、これは倒れましたがホイッスルが鳴りました。セネガルがですね、ボールでの、まあ、プレーですね、ボールのあるところのプレーでかなり激しくいってますよね。そうですね、まあ1対1の激しさっていうのは多分ワールドカップ出てくるチームはね、かなり特に中盤なんか激しいと思いますけど、はい、まあ、だいぶそのプレッシャーに負けないように日本の選手はキープも展開もできるようになりましたよね。そうですね、本当にそうですね。今日は立
立ち合いから見て非常に中盤の2トップ下やってる藤本の動きがね、はい、やっぱり前線の2人を追い越す、はい、あるいは2人に横に並んだスペースに飛び出していく、はい、こういう動きが頻繁に今出てきてるんで、セネガルの中盤の選手あるいはディフェンスのラインがちょっと混乱してますよね。あ、そうですか、はい、それで逆に藤本をおとりしながらサイドに起点を作ってるっていう展開が日本はいいですよ。はい、ドリブルでいくマクタル・エンディアイ、カマラにボールが通りました。ラストパスを上げる、待ち構えていくヘディングのクリア、このこぼれたところエルアジサールのシュート、左足、ちょっと今は通気も反応できませんでしたね、強烈なシュート、3番のこのエルアジサールです。あー、ボールドライブがかかってます。そうですね、続きは多分上を越したなという判断でしたからね、そういう判断でしたね。羽田さん、しかし、はい、アフリカのチームはよく言われることですけども、その身体能力、アスリート能力の高さ、はい、そういうところは先ほど、まあ、カメルーン、ナイジェリアほどではないんではないかと、はい、それは身体能力という部分でだけではないですか、その技術とかを含めてですか。そうですね、フィジカルとかも含めてですね。あとオフサイドですよ。これはオフサイドはない、オフサイドはない、カメラのシュート、今のは多分オフサイドだとは思いますけどね。コーナーキックになりました。しかし、あのちょっとしたミスっていうのは怖いですね、はい、やっぱり1対1の局面、クルサイドというのが一番怖いですよね。怖いですよね。ファリガです。これはキーパー直接言いました。10番のカリル・ファディガはベルギーの市民権も持っていまして、ベルギー代表としての選択もあったと聞いていますが、結局セネガルを選びました。スローインはセネガル、ボールを入れるのが16番のアラサン・エンドゥールです。このエンドゥールがどうやら左のサイドバック、真ん中にマリク・ディオップとそれからラミン・ディアッタがいます。ハトが上がっていきます。ハトのボール、ボールなんですけどね、ちょっと入りすぎましたね。入りすぎましたね。大きく左サイドへボールを展開します。森岡がこれはきっちりと守っていました。このボールを取られます。ファディガが行く、ファディガが行く、ファディガの突進、ペナルティーエリアの中に入る、稲本がマークに行きます。稲本のマーク、これはよく取った、いいディフェンスです。日本人として初めてチャンピオンズリーグのピッチに立ちました。シャルケ戦、稲本、金田さん、はい、あの時の稲本、本当に緊張感がこう伝わってくるような、ちょっと顔が赤かったような感じでしたけどね。僕はね、この選手何も緊張感ないなっていうぐらいの顔に映ったんですけどね。あ、そうですか、あ、そうですか、まあ、なんともなくピッチに立ってるなっていういい意味でのずぶそさをね、あ、そうですか、はい、また見たなという印象だったんですけど、まあ本人に聞いてないと分かりませんけどね。あ、なるほど。カマラ、カマラ、低いスペース抜けていく、返した、スルー、ハートのクリアです。しかしあの狭いスペースをうまく抜けていきます。意外にね、パワープレーは少ないチームですよ、セネガルは。昨日の練習見ても本当に細かいパスで結構つないできてたシーンが、ね、ありましたからね、だいぶ、16番いきますが、エンドールがいきます。ファディガです。マークに松田、エンドールいった、かわした、ラストパス送る、ヘディングシュート、危ないところでしたが、ウサイのディーフ、シュートは外れました。今は中盤の向こうサイドで2番のオマールダフが倒れています。高原と握手をして高原が抱き起こしました。高原もようやくアルゼンチンリーグで得点取りました。そうですね、ラヌーズ戦ですか、ボカに移籍して、まあ、ちょうど6点取ったわけですけど、はい、その6点目を取ってね。そうですよね、あの時は本当にあのスタジアムのファンとね、ベンチ、それからビアンチ監督全員に受け入れられた瞬間見ましたよ、本当にそうでしたね、本当にそうでした。あのちょっとリケルメと合わないでね、なかなかね、パスが回ってこなかったんですけど、はい、そのゲームの時には高原を生かそうっていうのがチームの中に出てきましたからね、本当にそうですね。まあこれはもう高原の気持ちの上でも全然違うでしょ、一生忘れないゴールだったと思いますね、はい、その高原と鈴木孝之の2トップ、この高原鈴木孝之というのは初めてのコンビになります。初めてですね、ここら辺 の, その金田さん、はい、フィリップ・トル
ルシエ監督の意図というのはどういうふうに思いますか。そうですね、まあ、コンビネーションというのはまだ試したことがないわけですけど、はい、お互いに個の良さを持ってますよね、はい、で1人で行けるタイプを2人揃えたといったところにね、コンビネーションよりもやっぱり2人でこう局面は、1対1だったら突破してこいというような、はい、そんな感じの2トップの組み合わせに見えますけどね。なるほどね、まあ、その下に藤本がいます、はい、今もオフサイドになりましたけど、かなり運動量多いですよ、どんどん飛び出してってますよ、積極的にね。まあ、本当にこの藤本にしてはここが本当の意味でのまあテストの場だし、ここでいい形を残せば、いい結果を残せば、2002年も見えてくるわけですよね。そうなんですよ、だから今日はもう何としても点取って阿波踊り見せてほしいですよね本当にそうですね、フランスで阿波踊りが見たい藤本です。エルハジサールが行きます、左へ出ました、アンリカマラ、カマラ低いボールが入った、倒されている、あ、最後までシュートを狙っていく、アンリカマラのすごいスライディング、諦めません。いや、しかしカマラとディークはいいですね。カマラディークいい選手ですよね。鈴木孝之、そして藤本です。高原、稲本、現在のワールドランキングが日本が28位、そしてセネガルが69位、ランキング的には日本が上です。しかしここまでのチャンスの数は完全にセネガルが上回っています。エルハジサール、低いボール入った、デューフ、デューフのフェイント、左にはカマラがいるが、そのカマラにボールが出る、中を見ます、切り返します、低いボールが入りました。まあ、ここまで流れの中でチャンスを作っているのは11番のディーフなんですけど、はい、本当にあの味方の選手のフォローをしてきた時とかですね、自分が持っている時に追い越す選手を簡単に使うんですよ、いいタイミングで、いいタイミングで、強引さというのも持ってますし、もちろん得点力もあるんでしょうけど、はい、人を使うのがうまい、だから僕はもうベテランなんだなと思ってたんですけどね。稲本が行く、倒れた、ホイッスルが鳴りました。稲本がいい形でオーバーラップして上がっていきました。今日稲本これが初めての攻撃ラインへの顔見せというところではないでしょうか。今までは中盤である程度相手に取られてましたんでね、はい、支配されてましたんで、なかなか戸田稲本が上がってくるチャンスがありませんでしたけどね、まあ、こういうリスタートね、大事にしてほしいですよね。そうですね。さあ、これは誰が蹴る、やはり藤本がどうやら蹴るようです。左サイドに中田浩二が上がっています。中田浩二が左サイドでフリーになっていますが、その中田浩二にボールが出ました。あー、オフサイドか。それではピッチサイドでリポートをしてくれています三瓶記者に試合前の様子などを含めて聞いてみたいと思いますが、三瓶さん、はい、下の様子はいかがですか。はい、まあ、試合前の日本代表特集監督ですが、はい、やはり大事な真剣勝負を前に、ノーコメントでした。あ、そうですか。しかし昨日の会見でも言っていたように、はい、特にこのあっと、これはチャンスになる、アンディ、よく止めた、よく止めました、鈴木亮太よく止めました。これは本当に際どいところでした。今は決まってましたよ、はい、アンリカマラのプレー。三部さん、すみません、どうぞ続けてください。はい、今あったシーンのようにアメリカ独特の個人技ですとか、スピードといったものをやはり警戒していて、そこをどう抑えて自分たちのサッカーをするかと、こういうふうにトルシエ監督が語っていました。はい、一方のセネガルのエースストライカーディーフ選手なんですが、はい、自分は日本は自分が尊敬するチームなんで、対戦できて嬉しいし、勝ってセネガルの人たちも、喜びを与えたいと、こういうふうに語ってました。はい、あ、そうですか。またよろしくお願いします。はい、いや、確かにトルシエ監督会見でですね、はい、アフリカのチームというのはその身体的能力、それから個人技、オリジナリティ、はい、このあたりが非常に優れたものがあるんで、あ、これもまたチャンスになるか。シュートフェイント、センタリングのフェイントが入ります。そのあたりのところをコントロールするのが課題であるというふうに話していました。はい、判定出します、鈴木です。藤本にボールを預けました。藤本が周りを見る、逆サイドの鳩の上がりがちょっと遅いか。これ戸田です。稲本、そして戸田からもう一度右サイドの松田へ、松田がこの位置、相手陣内まで入りました。裏にボールを通そうというところ、ヘディングでこぼれます。
りこう危険なシーンを日本に作られてませんから、問題ないと思いますけどね、はい、やっぱりあとは藤本がどんどん上がっていきますんでね、その辺を中盤のそこのディアをサーレ、はい、その辺がねどっちがついていくのか、あるいはディフェンスラインに任すのかね、はい、その辺だと思うんですけどね、はい、21番のハトです。牛からかなり荒っぽくいきますが、ハリル・ファディガです。ハリル・ファディガは25歳、183センチ77キロフランスのオーゼールでプレーをしています。また一段と太鼓の音が大きくなってまいりました。スタッド・フェリックス・ボラール、左サイドにボールが出て奥です。奥のドリブル、得意のドリブルでいきますが、2人のマークに合いまして、ボールはセネガルボールのスローイン。15番がサリフ・ディアオ、サリフ・ディアオとエルアジサールがボランチのを務めています。この2人なかなか効いてますね。効いてます、ね、昨日も見ててうまかったですよ。あ、そうですか。ディアオもサーレも、はい、しかもあの2人攻撃の時にも必ずどっちか顔出してますもんね。そうですね。日本としてはなかなかまだ形が作れていません。一方日本のミスから、そうなんですよ、あのセネガルがビルドアップしてね攻めてきてるわけではないです、はい、だから中盤でねイージーなミスで相手にボールを奪われたところから、はい、この力でやっぱり突破されてますんでね、そのあたりのところがやはりあのある意味課題なんでしょうね。そうですね、簡単にボールを失わないっていうことがね本当に大事になってきますからね、ワールドカップになってくると。はい、共にフランス人監督、左がブルーノ・メッツ、右がフィリップ・トルシエ。あ、トルシエ監督はかなり何か声を出しているようです。あ、ここも怖いシーンを迎えました。セネガルのフリーキック、壁を作ります日本代表。直接もちろん狙える、ファディガでしょう。ファディガが狙いますが、これは浮かしてしまいました。ファディガ浮かしました。しかし日本苦しい場面が続いています。前半25分を経過しました。両チーム得点がありません。日本がセネガル陣内に入って攻め込んでいます。右のオープンスペース、藤本がいい位置に出てきています。あ、かわした、かわそうというところ、ファディガが体を入れました。倒れまして、これは藤本のファール。あ、それはないよというふうにアピールしています藤本。まあ、あの辺はね、ゴール前につながるシーンですからどんどん仕掛けていいと思いますけどね、はい、やっぱり1対1っていうのはちょっとこう間合い詰められてくると相手の懐リーチがすごく長いですからね。今のも簡単に取れたように見えましたけど、やっぱり J リーグではなかなかああいうシーンはね、ないと思うんですよ、藤本がああいうふうに簡単に取られるっていうのはないと思いますから。そうですよね。まあ、そういう意味でもアフリカのそういう選手たちと、ね、やっておくっていうのは貴重な財産になると思いますし、ね、本当にそうですね、まあ、このところあのワールドユース、それからアンダーセブンティーン、はい、このあたりでアフリカ勢にちょっと負けている部分があるんで、ね、そうですね、そういったその日本のサッカーがアフリカに、あのアフリカ勢に果たしてどこら辺が通じてどこら辺が通じないのか、それはやはりある部分共通した部分があるんじゃないかと思うんですよね。そうですね、お互いにいいところを持ってるわけですからね、はい、相手のいいところを消しながら自分たちのいいところを出していく、ね、これは相手も考えることですけど、そういうことが一番大事になってきますね、はい、いやしかし中盤でのプレッシングもセネガルなかなかよく整備されています。普段よりはボールを受けるタイミングっていうのがね、一人一人が時間かかってるんで、はい、出どころを狙われてますよね、狙われてますね。特にディアをサーレ、この辺のボランチの選手にすごく狙われてるんですけど、はい、もう少し取られないこととかパスの距離を変えるとかね、はい、そういったところが今の日本は必要ですね、はい、壁の位置を修正されます日本。壁には藤本と高原が入っています。レインを上げました。これはオフサイドです。これは完全に罠にはまりました。セネガル代表ディウフ、やはり今金田さんからお話ありましたように、こういう流れの時にまあテンポを変える、あるいはリズムを変える、そういったプレイヤーが今この局面にいるイレブンの中では誰がやらなきゃいけないんですよ。全員だと思いますね。全員ですか、はい、やっ
パスが多い、パスが回らない、相手に攻められてるといった時に、11人が全員同時にピッチで感じてね、はい、修正するプレーっていうのをやっぱりやっていかなきゃいけないと思いますよ。その時に修正する、選択肢っていうのは共通理解として持ってるかっていうのがすごく大事になってくると思いますよね。なるほどね、あ、ラインをかなり上げてきていますが、これはオフサイドがない、オフサイドがない、こういうシーンは怖いところです。金田さん、今みたいなシーン本当に過去にやられた例たくさんありますもんね。はい、あのディーフもカマラも頭いいですね。あ、そうですか、はい、このボールを取ったパディガ、左サイドカマラが空いています。カマラがじっくり中を見る、右利きでヘディングシュート、速いボール、ヘディングシュートは浮かせました、ディーフ。今のはもうディーフもカマラがシュートを狙ってきたんでね、必ずシュートのこぼれっていう感じだけだったと思います。反応できませんでしたけど、飛び込めないし、ちょっとカマラがペナルティエリア入った時には厳しいですね、厳しいですね、入れないことですよ、供給先でもう少しいいプレスをかけてボールを奪っていかないとね、はい、このほとんどディーフとカマラにやられてるだけですから、そうなんですよね、今のところ本当にそうですね。先ほどから話に出てる個人能力ですよね、はい、ボールの支配率は少しセネガルが上回っている、そんな感じがします。入ってきました16番のエンドゥールは、ディーフが回り込む、ディーフ回り込む、うまい、エンディアイに出る、低いボールが入った、触っている、シュート、これも防いだ、戸田のクリア、マクタルエンディアイのセンタリング、左サイドに出ましてマリック・ディオップです。ディフェンスのディオップが上がっていきます。ディオップがそのまま上がっていく、アンリカマラまでボールは通りません。5番のディフェンスの中心メンバー、昨年のアフリカ選手権、これは今のシーンですが、いやしかし今日鈴木がいいプレー見せてますから ね、 まあここまで2点防いでますしね、本当にそうですね、決定的なチャンスを2度防ぎました鈴木亮太。末のディーフからこの位置には、うわあれだっか、早いなもう抜けてるシーンですよね、非常に、あーと今松田とファディガが少しやり合っていますが、今のはアンリカマラのこのシュートです。ここまで腰が入ります。瞬間のスピードっていうのはやっぱりすごいですね。速いですね。あ、今どうやらファディガとそれから松田も呼ばれます。インターナショナル A マッチ、日本は今年に入りましてこれが11回目の代表ゲーム。ここは握手をしまして両者別れます。会場スタジアムからは拍手が起こりました。まあ国際親善試合ではありますけども、もうワールドカップに向けてこの両チームはワールドカップ出るわけですから、本当に準備そしてテストの段階に入っています。ディーフ周り囲まれた、稲本これはファウルだ。稲本がかなり激しくいきました。まあ、稲本の良さでもありますしね、はい、あそこでグッと腰をつけられるっていうかね、はい、ケツで飛ばしますからね。いや今行きましたね、左のどうやらすねの横あたりを押さえていますが立ち上がりました。そして稲本が行って軽く肩を抱きました。伊勢井のディーフ、これもふわっと浮かせてヘディングは松田が勝った。後が大きくクリアしますがこのボールが繋がらない。エンドゥールが行きます。エンドゥールの長い足、この位置にファディガ、ファディガ抜いた、股間を抜いていく、後が倒します。すぐにボールを展開、右サイド、この位置にはサリフ・ディアオ、そしてオマール・ダフです。オマール・ダフからムクタル・エンディアイ、エンディアイからまたサリフ・ディアオに通ります。向こう側のタッチに出ましてボールはセネガルボールです。ディウフ、マクタル・エンディアイ、アンリ・カマラ、カマラペナルティーエリアの中、カマラ繰り返す、ここはよくつきました。いや失礼、戸田です。クリアしますがこのボール、ディーフ切り返す、中にボールを入れる、このこぼれたところ藤本がつなぎたいところですが鈴木にはボールが通りませんでした。ファディガ、鈴木
ガルが作っています。ゴールキーパーはトニー・シルバ。ワールドカップの予選は4試合に出場しています。トニー・シルバ、この位置にエルハジサール、エルハジサールから大きく後ろ、オープンスペースに上がっていく。アンリカメラだ、アンリカメラが行く、アンリカメラが行く、ワットラップした、切り返す、中を見る、ラストパスを送る、マクタル・エンディアイ、エンディアイからカマラ、後ろに戻しました、サリフ・ディアオ、ボールを上げますがオフサイドです。これはオフサイドです。今あのディフェンスがですね、日本のフラット3がかなり高く前にポジションを上げたんですが、その裏が怖いでしたね。そうですね、供給先っていうところにきちっとプレスがかかってないと難しい局面なんですが、はい、相当ね研究してますね、セネガルも。特にフォワードのディーフ・カマラ、はい、やたらに飛び出していくんじゃなくて、必ず日本のラインを見ながら、あ、そこから飛び出してますよ、はい、そのディーフ、あー、フィールでのうまいパスです。ディーフがボールをキープします。稲本がマークに行く、ディーフがかわす、また稲本、激しくぶつかっていきました。この 16番がエンドゥール、エンドゥールからエルハジサール、あー、稲本、しかし稲本ファール。すぐにボールを展開しようというカリル・ファディガですが、ハトがなんとかこのプレーは防ぎました。これは今のは稲本のプレー。エルアジサール、裏に出そうというところ、奥がボールをつないで、さあこれは日本チャンスになりません。胸でワントラップ、稲本、左サイドへ展開する、あ、高原の頭に合いませんでした。向こう側のタッチを割ります。だんだんとですね、奥と鳩がポジションがかなり下がってきてるのがちょっと気になるんですよね。ずっと下がってますね、中盤でやっぱりイージーなミスでボールを奪われるシーンが多いんで、彼らもいい形でね、日本の選手が前を向いてる時に上がれればいいんですけど、そういうシーンがなかなかないんで、はい、彼らも上がれないんですよね。なるほどね、したがって前がちょっと孤立しちゃってるというかね。そうです、中盤とやっぱり前線っていうのがちょっと間延びしてるというか、はい、だいぶ空いてますよね。そうですね、中田浩二、向こう側クリア。結局両サイドがディフェンスラインに吸収されることによって、本来中盤5人かけてるところを3人になってるわけですよね。そうなんですよね。で、相手は4人がうまくこうボールを回してきてるんで、もうそこで数的優位を作られます。これは3、5人やってる時には非常にまずい形ですよ。はい、トラップした、切りパス取った、左足シュート、ゴールキックに変わります。日本危ないシーンでした。前半36分、日本がコーナーキックのチャンスを得ました。これも藤本の突破がありました。25番の藤本、左からのコーナーキックです。低いボール、日本のスローインか、単純にですね、高いボールだとやはりセネガルディフェンスはジャンプ力もありますし、はい、それからヘディング強いですからね、なかなか難しいですね。センター特に強いですからね、奥低いボールが入りますが、これはまたコーナーキックです。まあ地道にこういうところでね、はい、相手のゴール前でリスタートを稼いでいって、はい、そこからやっぱりシュートで終わるシーンを作れば、サッカーというスポーツは一気にこのゲーム感覚がね、リズムが変わってくるスポーツですから、はい、フィニッシュがないですよね。そうなんですよ、持ってけてないっていうこともあるんですけど、フィニッシュが本当ないんですよ、はい、フィニッシュがあればチーム全体が勇気づけられますからね、はい、ショートコーナーです。逆サイド、ハト見てますよ。中田浩二がいった、大きいボールが、ね、ヘディングが胸でワントラップ、鈴木孝之がいます。ハト、ハト勝負、低いボール入った、ヘディングでクリア、クリアしたのはエンドゥール。今のは中田浩二から大きなサイドチャンジ。今は鳩勝負に行きましたね。そうですね、いいんじゃないですか。いいですね、その鳩へ、鳩が頑張る。ボールはセネガルボールのスローインです。放送席、久保田さん、はい、どうぞ。日本チームなんですが、はい、柳沢選手、服部選手、伊藤選手の3人がアップを開始しました。ああ、そうですか。タッチライン沿い、鳩が前に出す、
ています。このヘディング競ったところですが、エンドゥールが倒れています。前に送りますが、そのまま棒を出した方がいいですね。ここは止めましたね、レフリーが止めました。多分エンドゥールは鈴木と競り合った時にちょっとね、打ってますんで、はい、もしかしたら切れてるかもしれませんよ、はい、ドクターが入っていきます。西澤、そして福西、七海がいます。一部ではですね、七海は帰国するとかいうような話もあったんですが、今日はベンチに座っています。5月に右膝の半月板を手術しました。まあ、今一つ回復という面では思わしくなく、今回は練習にも参加しておりませんで、ホテルで、まあ、別メニューでトレーニングをしていたという話を聞いています。そして福西です。そしてボルトンで、まあ、なかなか出番がありません西澤。まあ、西澤もあれですよね、はい、本当にもう出たくて出たくてしょうがないという気持ちはね、そうでしょう、ね、出た時に与えてもらったチャンスを生かすしかないんですけど、まあ、プレミアリーグに出たいですよね。ワシントンカップでは1点取りましたけど ね、ありましたけどね、それは貴重な点だったわけですよね、チームにとっては、はいはい、今日も残念ながら、まあ、ベンチスタートとなりました西澤。バックラインでボールをつなぎます。裏を狙っていく、2人ちょっとかぶった、藤本と鈴木がちょっと方向がかぶってしまいました。大きく右サイド、鈴木がボールに絡んでいこうというところ、このボール鈴木が確保します。あ、足が後ろから足が出ます。金田さん、今日はあの、はい、高原鈴木のところにどうしてもいい形でボールが入りませんよね。そうですね、まだやっぱり初めて組んでるんでね、はい、なかなかそのお互いの動きっていうのがちょっとわからないとか、遠慮し合ってるっていう部分もね、はい、見受けられると思いますけど、はい、あと藤本の飛び出しっていうのがだんだん速くなってきてですね、ちょっと2人がこう動き出すところに、藤本が早めに入りすぎてるっていうシーンもね、ちょっとこう見受けられるんですけど、このあたりコンビネーションの問題ですね。そうですね、もう張り切ってるから、そうですね、藤本はしょうがないと思いますけど、はい、これはいいところにボールが出た、ヘディングで落とす、前に上がってこようというところ、奥クリアしました、マリク・ディオップです。こういうプレーが怖い、セネガル、右サイド出る、マクタル・エンディアイ、ハーフウェイラインを越えました、マークに行くとだ、後ろでヒールでボールを回す、オマール・ダフから15番のディアゴです。いいですよ、いい取り方しましたよ。これは高原から後ろ奥がいます。そして鳩が上がってきましたが、エンドゥールやっぱりね、吸収されすぎてるんで、あそこへ出る時間がすごくかかってるし、そうなんですよね、出たとしても長い距離走らなきゃいけないんですよ、その辺がちょっとね、バランス悪いですかね。さあ、そして逆に一旦後ろにボールを戻します、リーフです。鎌田が開いているが、リーフが持ち込んでいこうというところ、森岡、そして松田、この2人でボールを取り返しました。前半も42分を過ぎまして3分を切っています。エンドゥール行く、エンドゥールに絡んでいきましたのが藤本です。これは先ほど2人でよくボールを取り返しました。リーフ、エルハジサール、中田、この位置に奥です。藤本がスーッと前に来るところ、倒れた高原、これはホイッスルなし。サリフ・ディアオ、マクタル・エンディアイ、ディアオが行く、アンニ・カマラ、ラストパスを出す、鳩がセンター、こぼれている、左足シュート。いやー、よくコースに松田行きましたけどね。ただ日本はゴール前で6人で守ってるんですけど、相手は3人で崩していきますね。そうなんですよ、ファディガのこの強烈なシュート、怖い時間帯に入っています。まあ、ここはなんとかしのいでね、ちょっとリズムをハーフタイム、トルシェ監督のアドバイスによって、あるいはメンバー、はい、
ですね、はい、もう彼が普通にしてったら多分ほとんど勝ってるんでしょう。あ、はい、これは先ほどのアンリカバラ、これもいいとこリーフは見てね、落としたところファディが見てますよね。あ、よく見てます、はい、そしてこのシュート、いやー、松田もよくコースに入りました。エンドゥールが縦に送ってカマラです。カマラのトラップ、ハトが行く、カマラが行く、カマラからディーフ、ディーフから右サイド、これは合いませんでしたが裏を狙っていきました。スルーパスを出しました、ウセイのディーフ。金田さんからお話もありましたが、ディーフ、カマラ、そして右サイドはエンディアイ、左からはファディガ、はい、この本当に3人ないし4人の、まあ、個人技といいますかオリジナリティですよね、はい、もう2人の個の力ですよね、ディーフ、カマラ、それプラスファディガぐらいでしょう、あと1人ね、右のフェイが上がってきて3人でね、1人で 2,3 人引きずれて突破しますからね日本のディフェンスのアプローチはどうですか、ちょっと遅いということはないですか、それはないですか、ないと思いますけど、はい、前に入れないっていうね、前に行かれたら、ああなるほど、さあオーバーラップするのがサリオディアウだが、これをかわしてディーフが行きます、ここは体を入れました中田浩二。今はですね、はい、フラット3のラインを上げてるんですが、はい、やっぱり中盤から相手のプレイヤーにボールを蹴られるときに、スピードがあるから早めに引くんですよ、あ、なるほど、だから足元で今キープされてるんです、逆に、ね、逆に、はい、ロスタイムは1分という表示です。あっとこれも危ないところ、ちょっと手を使ったように見えましたがディーフ、マクタル・エンディアが来る、そのディーフ、中田浩二がマーク、ようやく奥が行った、後ろに戻そうというところですが、サリフ・ディアを藤本がこの位置まで戻ってきています。藤本が上がるが縦に1本出しますが、これはダメです。結局今藤本がいいディフェンスをして、はい、ワンドリブルした時に、後ろのラインも前のラインも、藤本のパスコートはない、パスコースがないんですよ。そうなんですよね、そこにやっぱり奪った瞬間にパスコースを作ってあげる動きをみんながしていかないとね、ここで前半が終了です。前半終了して両チームとも得点がありません。しかし決定的なチャンスはセネガルが勝っていました。前半を終了しています。さあここは後半はどうやらメンバーの交代があったようです。放送席久保田さん、はいどうぞ、高原選手に代わって柳沢選手、はい、そして藤本選手に代わって伊藤選手、はい、中田浩二選手に代わって服部選手が後半から入ってきます。あ、なるほど、あ、中田浩二のところに服部、そして2トップは鹿島のコンビ鈴木と柳沢、藤本に代わってその位置に伊藤を入れてきました。伊藤はつい先日左足のかかとを手術しているんですが、どうやら大丈夫のようです。鉄人ですからね、伊藤は、はい、大丈夫でしょう。ここで果たして、まあ、日本がそのリズムあるいはテンポをどうやって変えてくるか。エンジンを組みます日本代表、青のユニフォームフィリップ・トルシエ監督はベンチのメンバーをどう使っていくか、これも、まあ、この試合のテーマであるというふうに話していました。試合こちらに来る前に記者会見の時にミニラボ実験室だと、はい、そういうような発言もあったわけですけども、まあ、これも一つの実験なんでしょうか。思い切って一気に、まあ、いつもですと伊藤をトップしたというのはあんまりないですけどもね。そうですね、これはちょっとゲーム始まってみないと分かりませんけど、はい、どちらかというと戸田、伊藤っていうのが、ボランチで組んでますしね、はい、さあ後半が始まりました。エンドが変わります。右から左に攻める日本、左から右に攻める白のユニフォームセネガルです。前方へフィードしようというところ、ここで稲本が絡んでいきます。稲本がボールを取った、伊藤にボールを出す、しかし前には柳沢一人ですが、ようやく鈴木が横に行く、左サイドにボールが出ました。稲本がこの位置まで上がってきています。柱に沿いです。低いボールが入った、スルーした、チャンスですよ、シュート狙った、こぼれた、ゴール前合わせられませんでした柳沢。しかし日本いい形、この試合最初のシュート伊藤が放しました。あ、今いい形になりましたね。そうでしたね、後半はやっぱり伊藤を入れて、はい、かなり高い位置に稲本がポジションを取ってるみたいですけどね、まあ、彼の展開力、今のも
左サイドから強烈な、ね、はい、パスで相手のディフェンスの前を通したボールでしたけどね、はい、シュートまで行きましたね、はい、左側のタッチライン沿い上がっていこうというところ、どうやら13番のラフやったか、いや3番のエルハジサールです。向こう側のタッチを割りまして、これがコーナーキックになります。この伊藤のシュート、いいシュートでしたけどね、これ稲本が詰めてたんですよね。あ、これ稲本ですか。柳沢か稲本だと思うんですけど、柳沢ですね。あ、柳沢ですね、はい、チャンスです。セネガル低いボールが入った、ヘディングでのクリア、マクタルエンディアイ、これもボールが入ってゴール前です。後ろこぼすか、シュート右足、怖いところですが、まださらに奥から狙っていこうというところ。このボールを取って稲本が上がります。柳沢がスペースを作る動き、その稲本ですがボールを止まりました。サリフ・ディアオです。15番のサリフ・ディアオ、1人選手が倒れています。5番のマリック・ディオップが倒れていまして、ここでボールを出しました。あ、足首のあたりを押さえています。すぐに立ち上がりまして、ブルーノ・メツ監督が控えの選手を呼びました。このマリック・ディオップ選手は昨年のアフリカ選手権の時のキャプテン、まあ、非常に精神的にチームを引っ張っているというふうに言われています。マリック・ディオップ、やっぱ怪我はね、ワールドカップに向けてお互いにこう大事な選手を抱えているんで、してほしくないですよね、そうですね。このボールをハットリが大きくセネガル陣内に返しました。やはりポジションとしては服部が中田浩二の後に入り、そして伊藤がやや右サイドに張り出すような形。これ片足どうなんですか。いや、トリプルボランチみたいになってるんですか。あの3人揃えてますけど、前半よりは稲本がだいぶ高めにポジション取ってますね。あ、そうですか、はい、柳沢と伊藤合いませんでした。エンドゥール、鈴木が狙っていきます。ゴールキーパーのトニーシルバー、向こう側のタッチにボールを蹴出しました。あ、球のさばきがここら辺のところはだいぶ速くなってきました日本。あと、これは面白いところだったんですが、カメルーン戦ではあれを鈴木がね、決めましたからね、今のパスを出したのは服部ですけど、カメルーン戦の時は中田浩二でしたけどね、今あの狙いは当然そこに行ってたんですけどね、はいはい、松田です。この位置に戸田がいます。あ、確かにあの金野さんのおっしゃる通り、この位置に稲本です。逆サイド見た、いいところです。伊藤が走り込むラストパスを出した、あ、隣もいない、合わなかった。今柳沢がいい動きを見せたんですが、その裏いませんでした。ディフ、森岡が行く。ロディーフがボールをキープして、オマールダフへ、オマールダフからマクタルエンディアイ、エンディアイからディーフ、そしてエンディアイ、本当うまいねディーフっていうのは。逆サイドファディガからカマラからまたファディガです。カマラにボールが通る。後ろのエルアジサール、ここは地高に移ります。3番の松田がこの位置まで来ています。スライディングタックル倒れましたが、これはボールに対する正当なタックルです。スローインはセネガルのスローイン。エルアジサール、ファディガ、伊藤も激しくいきました。ディフ、エルアジサールが絡んでいこうというところですが、このボールはクリアしたのが森岡。向こう側のタッチライン沿い、ハディガです。キーパーの鈴木が出て、ここで鈴木孝之、あー、しかし早いですね。早いですね、サリフ・ディオ、最後入れ替えるか、足が出てきます、出てきます。そのボールを取り返したサリフ・ディオです。オマールダフ、グランダー、もう一度オマールダフ、攻撃を組み立て直します。13番のラミンディアッタ、このボール柳沢絡む、体を張りましたが5番のマリク・ディオップが勝ちました。これはオフサイドです。しかしあの後半に入ってちょっと流れ変わりました。
変わったのは伊藤テルを入れた中盤の選手たちが、はい、相当前からプレスをかけるようになったことですね。そうですね、はい、それによっていいプレスをかけてるんでディフェンスラインも確実に自分のマークを見ながら上げれるということですよね。はい、オフサイドのフラッグが上がっています。今日の主審はガリビョンさん、副審はトランシェスさんとベアグさん、第4の審判がドゥセさんです。ドゥセさんという名前です。いずれもフランス人、服部、そして稲本、また服部にボールが戻ります。今度はあの2トップがアントラスコンビですから、はい、やっぱお互いが自分たちお互いを生かす動き方っていうのをタイミング的に知ってますんでね、はい、これは楽しみですよね。そうですね、特に柳沢もコンディション昨日から本当に良かったと思いますから、僕はその柳沢やってくれますよ。柳沢、鈴木、柳沢にボールは取らない。柳沢は、あー、これもハトがいいチェックをしました。戸田が上がります。後半はここまでは日本のペース。伊藤、戸田、戸田から15番の奥へ、奥、うーんと服部が体を張りますが、こういう後は怖い。デューフ、あー、これはハンドです。まあ、本来あんな形で服部が体を入れようとして飛ばされることはないんですけど、はい、やっぱりそういったところのフィジカルとかね、運動能力の高さっていうのはこうありますよね、はい、懐深いですよみんな。またここでマルク・ディオップが上がっていきました。スルーパスはよく松田の足に当たりました。これはハンドです。3番のエレアジサール、5番の稲本、今日はやはり稲本、他の日本選手と比べる と当然のことながら、まあ、アーセナルですから近いこともあって、そのコンディション的にはしたないですからね、いいと思います。いいようですよね、はい、それでやはり本人、そのアーセナルに来た成果というのを見せたいという気持ちもやはりあるでしょうしね。ちょっと大きいですけどね、展開としてはいいですよ。戸田からのボールは少し長かったんですが、前半はね、ああいう戻されたボールをボランチの位置の、戸田にしても稲本にしてもワンタッチでサイドの選手に出すシーンなかったですから、はい、それぐらい今やっと高い位置をね、ハトも奥も意識して取れるようになりましたよね、はい、あーっと戸田に合わない、こういうのがね、痛いんですよ。戸田が取り返した、後ろに戻しました。服部ディフェンスラインでボールを回します。この位置に伊藤、伊藤がよくボールの出るところに顔を出してきます。このボールを取りましたのが13 15番のサリフディアオ、サリフディアオとエルアジサール、この2人のボランチが効いているセネガルです。とにかくワールドカップの予選で失点が2という素晴らしいディフェンスを誇っています。倒れましたが、このボールは服部が反応、服部から伊藤、戻してダイレクトでボールがつながる。鳩が右サイドに展開します。手を挙げているが鈴木、その鈴木にボールが合う、奥が行ってもいいんですけどね。あ、なるほどね、どうしてちょっと奥がね、言われてるのかもしれませんけど、はい、低い位置をもう本当に居すぎですよ。あ、そうですか、マイボールになった時にもっと出ていっていいと思うんですけど、コンディションなんですかね、やっぱり。あ、なるほど、ディーフ、このボールは森岡、奥、そして稲本です。稲本が前を見ています。鈴木孝之がもらいに来る、後ろに出して奥、そういう意味でも上がっていって得意のドリブルみたいですもんね、はい、だからやっぱりディフェンスラインから2トップの前線にボールが動いている間にもうポジションを前に取っていくぐらいじゃないとね、はいはい、もうパス繋がらないですからね、はい、鈴木孝之、鈴木です。後ろから行った、サリフディアオ、ホイッスルはない。戸田が逆サイドを見ています。松田にボールが出ます。出すところを探しています。前向きました、左サイドフリーですよ。あ、左サイドオフサイド、ね、うん、ここでやっぱり稲本が飛び出してるんですが、ボールを引き出す動きとしてはいいんですけど、やっぱりもうちょっと左サイドの、この奥があれをもらえるかなと、ね、あれは稲本が触らないでプレーをしなければ、はい、間に合えばもう完全に突破ですから、ね、ちょっと心配ですね、はい、左サイドのエンドゥールです。エンドゥールが裏を狙うところですが、ここは松田、そして鳩、鳩と柳沢ちょっと合いません。柳沢が手を挙げてここだよというふうに指し示していました。この位置にはサリフディアオ、あー、いいボール、
ライフディアをアップで映っていましたが、なかなかやはり本当に精悍な顔つき。これも裏に出てくる。マクタルエンディアイ、マークに動く。オマルダフ、ダフの高いボールですが、これは逆サイド、まだボールはラインを切っていない。逆サイドのボールが行きました。パディガのフェイント、落ち着いてますね、松田ね、はい、松田が落ち着いて処理。そして伊藤です。伊藤も落ち着いてますよ。あの辺でね、やっぱり前半ボール取られてましたから、はい、柳沢、そして逆サイド、この位置に稲本、鈴木がここはサポートに行きます。稲本、中を見る、いいとこ狙ったんですけどね、タイミングとしては、はい、やっぱり引き出す柳の動きも、はい、入れた稲本も良かったです、今のは、はい、ラインをいっぺんに上げました。フラット3、オフサイドを取りました。ようやく日本らしさが出てまいりました。後半このボール、エンディアイ、カマラがもらいに行こうというところですが、このボールはまだタッチライン沿い、稲本です。稲本、伊藤から上がろうという森岡から右サイド、戸田がこの位置まで上がってきていました。エンドゥール、ラミンディアッタ、そしてキーパーのシルバーに戻します。これは4番の森岡、キャプテン森岡のファールです。ここでセネガルは14番のムサ・エンディアイを22番のマクタル・エンディアイに変えて投入します。ブルーのメツ監督、金田さん、はい、本来はこの14番のムサ・エンディアイがワールドカップの予選なんかはレギュラーだったんですね、はい、そうですね、ムサ・エンディアイが右サイドに入りました。先に動いたのがフィリップ・トルシエ、後半の途中から入れたのが、さあエンディアイ、低いボールが入るが、これは誰もいません。前にボールをフィードしようというところですが、13番のラミンディアッタ、左サイド、エンドゥールです。マークに行くのが伊藤、その後ろからはエルアクサール、そしてファディガ、この位置にはエンドゥール、エンドゥールからファディガへ、ファディガからエルアクサール、エンドゥール、ファディガ、マークに行く松田、大きいフェイント、中を割っていこうというところ、中を割っていく、松田からのを入れた、松田からのを入れて倒れた、ホイッスル、松田がよく体を入れました。金田さん、はい、10番のハリル・ファディガ、あのオーゼールで、フランスのオーゼールでプレーをしているんですが、はい、この左足もなかなかいいですね。いいですね彼多分もっとできるんですよね。あ、はい、ワールドカップのアフリカ予選では、はい、彼がほとんど中盤でゲームメイクしてたと思うんでね。あ、そうですか、はい、ツートップ、カマラ、ディウフ動かしていくのは、はい、やっぱりファディガですからね、はい、これがヘディングを勝つ、ムサ・エンディアイが追っていきましたが、ゴールキーパーの今日は都築がスタートでゴールマウスを守っています。3番の松田、とにかくラインを下げずに、そして特に中盤両サイドが前で頑張らなければいけない日本。柳沢にボールが合うか、高いが、いやジャンプ力があります、エンドゥール。エンドゥールははい、ジャンプ力だけじゃなくて、多分このチームの中でもしかしたら一番速いんじゃないかなって思うぐらいの、昨日見てたらそんな感じしてたんですけどね。スピードありますよ、しなやかですよね、はい、このボールが合いません。だいぶやはり前でプレスが効いてるんで、前半ほど決定的な形にならないですね、はい、間延びしてないですよね、それはやっぱり稲本と伊藤のテルが相当前線からプレスをかけれる位置にいますんで、逆にボールを取った時に中堅になれますよね、はい、まあ、それによって前を向くことができるんで、両サイドも上がってこれるような、まあ、そんな体型は取れてるとは思いますけどね、はい、サリフ・ディアオ、ディアオからムサ・エンディアイ、ボールはセネガルボールのスローイン、手前側のタッチです。ワールドカップ初出場、モロッコ、エジプト、アルジェリア、ナミビアを破って、まあ、初出場を決めました。非常にモチベーションの高いセネガルです。服部がこの位置まで戻りまして、日本のスローインです。14番のムサ・エンディアイは22歳です。フランスのセダンのチームで活躍しています。得点力のある選手、戸田ボールの奪い合い、稲本、これは なかなか落ち着いて服部が処理、そして柳沢です。柳沢が稲本へ、稲本が一旦後ろにボールを出します。奥、
前に松田を経由します。鳩が右サイドにいるが、その鳩にボールが出ました。柳沢がタイミングを図るか。鳩倒れました。ホイッスルです。いや失礼、ホイッスルはなし。ファールなんですけどね、はい、大きく前へ出そうというところ、服部がマークに行く。デューフ中にはムサエンディアイ、ムサエンディアイに合わせる、クリアしましてセネガルのスローインです。森岡がカバーに行きました。ダフ、オマールダフ、オマールダフからムサエンディアイ、後ろに出したダフ、ダフから逆へ振りますが、ここには誰もいません。21番のハト、セネガルはどうやら18番のチャウをこの後ピッチに送り込もうという考えのようです。まだ両チームとも得点がありません。後半も17分を過ぎました。オマールダフ、鈴木が行く、このボールを奥、このボールを取って稲本を後ろに出す、服部、服部がボールをつつかれるっていう恐怖がね、ああいうバックパスになってしまうんでしょうね。あー、なるほどね。しかし危ない、あの服部はあんなミスしないですからね、普通はね、いやピッチの上にいる選手は相当なそのやっぱり運動能力感じてると思いますね。はい、ここでホイッスルが鳴りまして、11番のウルサンディーフが、ウセイノディーフが顔を押さえています。ここでセネガルは選手が変わります。18番のパプ・ブナ・チャウをピッチに送り込みます。ブルーのメツ監督、あ、カマラ、カマラに代わって18番のチャウです。これ今のは先ほどのシーン、本当に微妙な危ないところでしたが、森岡がよくカバーしていました。森岡諦めずによくゴールカバー行きましたよ、はい、あ、これはチャウを入れてきました。まあ、カメラ良かっただけにね、いいですね、良かったですね、まあ、いろんな選手をメツ監督も試したいんでしょうね。そういうことでしょうね。自分のチームの、まあ、実力というか、その置かれている状況をここで試したいんだというふうに話していました。これもいいボール、ワンツー、ムサエンディアイ、低いボール入った、コーナーキックに変わります。右からのコーナーキック、キッカーはおそらくファリガでしょう。先ほどパスミスがありました6番の服部。とにかくあの J リーグでやってるそのレベルというんですか、はい、それとは全然こうあのスピードもそれからその足の範囲も違うんですよね、はい、レンジというか ね。ヘディング、後ろこぼれる。今はウサイのディーフに合わせました。その後ろにはエンドゥール、長身のエンドゥールが待ち構えていましたが、エンドゥールはボールを後ろへ反らしてしまいました。つい直前のワールドカップランキングでは日本が29位、28位、そしてセネガルが69位です。服部、服部がボールを持って上がる。柳沢へたたくが稲本と合いません。ここでサリフディアをオフサイドです。松田が手を挙げていました。向こう側のタッチにボールが出ます。この人が再三名前が出ます、エルアンジ・ウセイノ・ディオフ。ディオフとチャウの今度は2トップコンビが変わります。あとまた少しややこの辺りは日本代表停滞気味、思いのほか大勢のお客さんが、そして日本のファン、サポーターがこのランスのフェニックス・ボラールスタジアムに詰めかけています。奥、奥のボールはちょっと短い、鈴木孝之が狙っていきました。ウセイノ・ディーフ、松田、森岡、変わったチャウがボールに絡んでいく。森岡グランダー、鈴木に出すが、これは面白い形になる。鳩が上がります、鳩が上がる、低いボールが入ってオフサイドのフラッグ。今は柳沢がオフサイドの位置、ただまああそこはね、ギリギリのところのタイミングですからね。そうですね、まあ、できれば稲本が頑張って左サイドから上がってましたんでね、はい、
ディフェンスラインでボールを持ったときに左サイドが浮いてるんですよね、日本の選手。はい、あれをちょっと要求してもいいんですけどね、選手同士で。はい、リーフ、ムサエンディアイ、ハディガ、ハディガスルーパスを出しましたが、これはオフサイドのフラッグが空いてますが、上がっていますが、そのまま流します。ハト、周りを見ています。ハトが周りを見る、戸田へ、柳沢がもらいに来たが出ません。そしてこの位置に稲本、稲本がここにいる、ダイレクトで叩いたが柳沢と合いませんでした。13番のディアッタ、そしてサリフ・ディアオ、ディーフ、ギフセイのディーフ、このボールはどっちが取るか、オマールダフ、稲本、体を入れる、稲本がボールをキープ、稲本から戸田が、ここは15番のサリフ・ディアオが反則がありました、奥が倒されました。15番のサリフ・ディアオは24歳、フランスセダンの中心プレーヤー、184センチ73キロ、金田さん、はい、まあ、奥は今日スタメンで左サイド出場してるんですが、そろそろちょっと小野見たいですね。そうですね、さあこの位置がチャウです。チャウから左サイド上がってきたのがエルアジサール、ディーフ浮いてますよ、ディーフが浮いている、出ました、左です、シュート狙ったが危ないところ外れました。日本厳しいところでした。まだ0対0、両チーム得点ありません。後半も23分を経過、両チーム得点がありません。シュートの数ではセネガルが圧倒しています。しかし後半に入って日本も徐々にいいところが見えてまいりました。オマールダフです、右のサイドバックのプレーヤー、そしてエサムンディアイ、ムサエンディアイ、失礼、ヒールで出そうというところ、稲本、体を張った稲本、伊藤へ、右に開いているが、さあ抜けていく、オフサイドはない、柳沢にボールが通りそうです。フォローがないですね、ここね、ないですね。逆サイドに鈴木がいるが、ここで奥が今ようやく上がってこようというところです。スライディングタックルがダフ。まあ金田さん、はい、小野も見たいですが、当然その広山ですとかね、そうですね、それから福西、はい、こういったその新戦力、もちろんこれは試す、新戦力を試す試合ではないのかもしれませんけども、でもそういう人たちがどういう活躍をするかというのを見たいですよね。そうですね、2試合ありますからね、はい、ロソセック保田さん、はい、どうぞ。その今名前の上がった福西選手なんですが、間もなく交代でピッチに出ようとしています。あ、そうですか。まあ、後半に入って伊藤を入れてですね、はい、ボールを奪った時に日本は戸田一人中盤で残してね、はい、伊藤も右サイドで飛び出していくし、稲本も出てきてるわけですよね、はい、そこの部分である程度部分の勝負できてますけど、悪い取られ方した時にはこのバランスは相当リスクありますから、はい、まあ、その辺ちょっとこう気をつけながらね、はい、攻めていってほしいなと思いますけどね。確かに稲本はもう完全に左の、普通だったらサイドバックが上がる位置まで上がっていますもんね、はいはい、そこの部分があるから奥もある程度ポジション考えながら引き目にいるのかもしれませんね。なるほどね。今その福西にアドバイスを送っています、フィリップ・トルシエ監督。福西は99年ですか、キリンチャレンジカップのイラン戦以来の代表ということになります。まあ、彼も J リーグで結果出してますし ね、そうですよね、やっぱり見たい選手の一人ですよ。ただどこに入りますかね、誰と変わりますかね。そうなんですよね、はい、あるいは戸田あたりと変わるのか。左サイドの奥は指を指した、柳沢が動こうというところですが、奥周りを詰められます。戸田が上がった、戸田が上がった、その戸田のところにボールが出ます。2人のマーク、サポートがちょっとない、ダフ、ラビンディアッタ、キーパーのシルバ、大きくクリア。左サイド、金田さんからのご指摘もありましたけども、ちょっとサポートないですよね。そうですね、いいカットだ、稲本はこの辺りは非常によく狙っています。ここで選手が変わります、福西が入ります。誰に変わるでしょうか。あ、5番の稲本と交代です。まあ、リスクを考えながら、はい、かなりやっぱり勝負をかけてきてましたと思うんで、後半はね、日本代表、稲本動き悪くなかったですからね。そうですね、オマールダフです。後半の26分、稲本に代わりまして福西
低いボール入った、キーパーです。危ないところでしたが、これはタイミング合いませんでした。戸田、あ、右サイドが空いている、右サイドオープンスペース、伊藤、そして鳩がいい上がりを見せます。鈴木に出た、ボールが出る、鈴木ボールをもうちょっと見失った。柳沢から一旦後ろへ、戸田から右サイドの伊藤切り返す、中を見る、もう一度切り返すか、このボールは、いや失礼、鳩です。鳩が向こう側で、あ、ここでホイッスルが鳴りまして、どうやら鳩のファールです。日本から、まあ、本当に考えられる数で言いますと本当に多い人数のサポーターがこのパリから200キロ北にありますサッカーの街ランスに来ています。応援に来ています。そうなんですよ、今日何人かの方とね、ゲートで会いましたけど、ありがたいことですよね、はい、そうですね。放送席、久保田さん、はい、どうぞ。日本チーム広山選手が、呼ばれています。ついに広山登場。さあ、このボールを取られた、シュート狙ってくる。先ほど申し上げたのが今のシーンなんですね、はい。ところがやっぱり日本はね、そうです、やっぱり中盤で今一人で戸田がボランチの底にいますんでね、伊藤と福西上がってますから、はい、戸田のところで取られるともう帰れないんですよ。そうなんですよね、はい、おっしゃってた一番懸念した部分が出てくるわけですね。あそこで意地なミスをしないということが一番大事です、はい。さあ、金田さん話していました、広山と、そうですね、広山の場合の課題としてはやはりこのフラット3352の中でのディフェンスということになるんでしょうかね。攻めではかなりいいものを持ってますけどね。そうですね、まあいろんな選手とのコンビネーション、あ、もちろん、はい、そこだけだと思いますけど、広山がそのボールを追っていきます。まあ右サイドをね、とにかく勝負してほしいですよ、はい、福西が行った、あるんですから、福西が行った、この位置、福西がボールに絡んでいきます。あ、従いまして左サイドはこれ服部、奥、福西とジュビロのメンバーで固めたような形になりました。手前側のタッチにボールを受け出します。ブルーのメツ監督、52歳、前任のシュニットガー、ドイツ人のシュニットガー監督の後任をとして代表チームは初の采配になります。セネガル、ディーフ、サリオ・ディアオ、ハリが中に入れる、チャウ、これは松田がホールディング取られてしまいました。ここは嫌なところですよね、セネガルのサポーターが喜びます。赤と黄色と緑、セネガルの国旗を振りまして、本当に最初にも申し上げましたが、以前はフランス領土、フランスの植民地、1960年に独立いたしましたセネガル。後半も30分を過ぎました、まだ得点がありません両チーム。さあ、これは非常に集中しなければいけないところ。日本代表、そうですね。
一旦ちょっと守っている都筑も右に体重がかかりましたからね、そこからあのコースへは届かないですよ。そうですよね、まあ、やっぱりゴール前でフリーキックをもらったのもリーフのキープ力ですからね。あ、そうですよね、はい、はい、そうでした。さあ日本が今度は大立場、ムサエンディアイ、ディーフヘディングで送ろうというところ、鈴木がこの位置まで下がっています。伊藤へ、いや伊藤、戸田から伊藤へ、この位置に柳沢、柳沢です。広山が前に走る、柳沢、広山にボールが出た。そして左サイド鈴木、上がっていくのが福西か、柳沢です。このボールはまた広山が絡んでいく。ムサエンディアイから2番のオマールダフ、手前側のタッチです。フェリックス・ボラールスタジアム、スタッド・フェリックス・ボラール、入場数がおよそ3000人という発表がありました。あ、右サイドうまく今プルアウェイをしまして、11番のディアフ、この位置にボールキープです。中を見る、低いボールが入りました、スルーします。この位置まで広山が戻っている、マークに行くのがパリガ、その前にボールを出して伊藤、伊藤、いやしかし何回も言いますか、今のはエンドゥールです。エンドゥールが重ねていました。ボールに触ってますからね、後ろから足伸ばして。柳沢、いや日本の選手もそれはもう分かっていることで何回もやってるはずなんですが、ね、改めてやっぱり思いますよね、そうなんですよね、このリーチの長さとか見せつけられたら。そうなんですよね。逆サイドの広山が空いていますが、ここは広山にボールが出ました。広山勝負に行く、広山勝負に行く、ラストパスを出した、詰めていなかった鈴木。これはおそらくコーナーでしょう、どちらでしょうか、スローインじゃないですか。スローインですか、はい、これは今のシーン、あー、いいボールが上がりましたね。いい、はい、広山勝負に行きました。コーナーですね。あ、コーナーですね。21番の鳩、ヘディングでの競り合いはゴールキックに変わっています。1対0、セネガルが1点リードです。2001日本代表ヨーロッパ遠征、日本対セネガル、1対0とセネガルリード、日本が追います。変わったチャウ、あっと鳩が行ってよくスライディングタックル。ここで戸田、戸田がつなぐ、大きく前方へフィードしますが、このボールはセネガルがキープです。サリフ・ディアオ、ムサ・エンディアイ、ファディガがこの位置まで来ている。森岡カバー、そしてこの位置にサリフ・ディアオです。オマールダフ、残り時間が手元の時計で10分を切りました。ファディガ、ファディガ切り返す、ファディガ左足、おー、危ないところでした。左サイドでプレーをしていたファディガが右サイドに来て、今の、まあ、今のは金田さんセンタリングだと思うんですけどね、はい、センタリングです、はい、いやしかし今のキープルがありますよ ね、 ありますよね。広山、ようやく伊藤がフォローに行きましたが出すところがありません。逆サイド、ここには鳩、鳩がこっちのサイドに来ています。手前側のサイドに鳩が来ています。こういう相手にどうやって点を取っていくか、日本、伊藤、広山が出る、広山が後ろ押しです。いいですね、いや、カイド低いボール入った、こぼれている。エンドゥール、エンドゥールが大きく前方へフィードします。この位置が、しかしこの人はなかなかキープ力うまいですね、本当にうまいですよ、ね、ボディバランスいいし、強いしね、本当に大したもんですね。なんかね、本当に大人のサッカー見せてくれますね。はい、あ、鳩が激しく行きましたが、ここもムサ・エンディアイがボールをキープ。オマールダフ、福西が絡む、エンディアイ、ワンツーで行く、これは抜けていった、エンディアイ
サイドの旗、オフサイドの旗です。最後チャウのシュート。ワールドカップ予選のナミビア戦で2得点を取っています18番のチャウ。この辺りもよく見てる。よく見てますよ、まあ、ディーフがほとんど絡んで、はい、彼がやっぱり味方を簡単にワンタッチするタッチで使えますからね、いろんなところを、ね、使ってミスがないですね、はい、この選手は。伊藤福西、福西から縦へ出す。柳沢が裏を狙うか。柳沢裏、シュートを狙っていきました。鈴木が思い切ってシュートを狙っていきました。柳さんはすごい動きで相手のディフェンス外したんですけどね、あの柳沢というのはこのオフザボールの動きが本当素晴らしいですね。抜群ですよね、今はね、はい、結構怒ってましたよね柳沢。柳沢がね、出せっていうね、コンディションがいい証拠なんですよ、はい、昨日の練習からそうでしたからね、はい、戸田のボールは通らない。オマールダフからリーフ甲の上に乗せましたよボールを。です、ね、ちょっと余裕も出てきましたリーフです。いや時間ありますからね、はい、黒山がだいぶ右サイドをね、はい、入ってから 2,3 回突破してますけどね、はい、チャンス作ってますんで、その広山がボールを奪いに行こうというところです。この位置に上がってきたのがエンドゥールです。必ずこの1回ディーフを経由しますよね、はい、エルアジサール、エルアジサールからサレフディアオ、逆サイドはムサエンディアがありますがボールを自陣で回そうというセネガルです。大きく左サイドはオフサイドフラッグ、3番の松田のアピール。このあとナイジェリアとの試合が控えています。日本はアフリカ勢との対戦は過去にはこのトルシエジャパンになってからはエジプトとカメルーンしかありません。おっ取れた、ムサエンディアへのファールです。すぐに展開する福西、福西、戸田、1回後ろに戻します。タッチライン沿いで張っている広山、戸田が上がっていく、左サイドにボールが出る、胸でワントラップした、囲まれている、オーバーラップする鳩、オマールダフも行く、これはボールはどちらでしょうか、セネガルボールです。セネガルボールのスローイン、手元の時計では41分を過ぎました。手元の時計で41分を過ぎました。残り4分、ロスタイムがどれぐらいあるか。後ろから6番の服部のファール。今年に入ってから日本は10試合代表ゲームがありまして6勝1敗3引き分け、得点12失点7、そのうち失点7のうちフランス戦の5失点というのがあるわけですが、ここ3試合はいずれも完封勝ち。好調の日本、ここで土がつくのか。前に出します、カレル・ファディガ、サリフ・ディアを狙っていこうというところ、福西が行きました。これはチャンスになる、後が上がります。福西、ボールは通らない、福西倒れている。ホイスラー、マルク・ディオップ、このボールがつながる。伊藤、伊藤から広山、広山の右サイドです。タッチライン沿い、伊藤が今ようやく回り込んでいった。その伊藤に、伊藤切り返す、中を見る、福西がいます。後ろに出した、戸田が行く、倒れた、ホイッスルになりました。逆に日本がいいところでフリーキックのチャンスを得ました。日本は完全に後半に入ってから攻めは右サイドという感じになってきましたね。稲本がいた時は左もありましたけどね、はい、
時間稼ぎといいますかね、ボールを回して相手に取られないようにということでしょうね。そうですね、まあ、無理して攻めなくていいという状況ですからね、はい、どんどん日本はもう時間ないですから、はい、前から行っていいですよ、はい、体を張る福西、ボールをちょっと見失った。この位置に柳沢が下がっています。そして森岡、広山が上がっていく。その広山にボールが通りません。ベンチに腰掛けて戦況を見つめるトルシエ監督。もう手元の時計では44分を回りました。ヘディングでこぼれる。1対0とセネガルが1点リード。なんとか追いつきたい日本。福西、ダイレクトで回す。戸田、松田が右サイド、ワイドオープンになっています。松田中を見ている。広山、広山から松田、裏に伊藤が走り込もうというところです。戸田、出すところがありません。一旦戻す。森岡、大きく縦に前線にボールをフィードします。鳩が頑張りましたが、ボールはセネガルボールのスローイン。ロスタイムは3分です。ロスタイムは3分。ヘディング、福西、松田へ、広山、広山から福西、福西のボールちょっと大きい。大丈夫です。松田にボールが出ます。松田から柳沢、完全にフリーになっている。柳沢フリーになっている。広山がいい形で入ってくるが、あ、ちょっと最後のラストパスのタイミングが少し遅れたか、ね、今探してたんですよね、その分ちょっと遅れましたけど、まあ、それにしても今のエンドゥールでしょう。そうですよ、すごいスライディングしてきましたね、これは、いや、素晴らしいスライディングです。しかし日本コーナーチャンス、ショートコーナーになった。広山、ふわっとボールを浮かせる。ヘディングでこぼれる。戸田、戸田かわした。戸田かわす、戸田かわす、いいですよ。左サイドにボールが出る。いい、森岡、広山まで、森岡、広山行くか。こぼれている。福西、来た、うわ、福西のシュート、キーパーの手、シュートやけどな。コーナーキック日本。さあ日本、ロスタイムに追いつきたい。あー、惜しいところです。しかしここはヘディングの強い福西、あるいは松田上がってきています。カーブがかかる。高いボール、このボールをディーフに出ます。ハーフウェイラインを越えていく。ディーフが上がれ上がれという合図を出す。ここはスローダウンしました。ディーフへ、松田、松田、体を張った。ああ、これは松田に対するファールです。いや、そうですね、マイボールですね。もうロスタイムも2分を経過しています。広山が開いています。森岡から広山へ、フリーですよ、フリーですよ、フリーですね、フリーです。広山フリー、広山フリーだ。ボールが上がった。外だね、このボール、セカンドボール。あー、戸田のボールが少し、カディガ、カディガから左サイド、チャウ、チャウ切り返した。左へシュート、決定的な2点目。カウンターから決まりました。勝負あり。素晴らしかったですけど、ここのね、中に切り返してシュートフェイント、森岡がこれでかわされて決められたんで、しょうがないっていうシーンを作られましたね。